こんにちは、ダイスです。今回はこちらポケモンセンターオンラインから届いた箱を開けていこうと思います。少し前に届いていたんですが、ピカピカバッグ2023応募してたので当たって届いたんだと思います。スカーレットバイオレットの御三家もいます。箱がめちゃくちゃ可愛いです。こんな感じになってます。全面がちょっと違う顔してる。かわいい。それでは開けていきたいと思います。いや、数年ぶりにピカピカバッグ当たって嬉しいです。このシールみたいなの貼ってあるのがピカチュウになってる。これ気づかなかったです。ピカチュウだ。それではオープン。あれ、なんかわあ、すごい、そのまま入ってる。で、今回スカーレットバイオレットの御三家のぬいぐるみが一つ、ニャオハなのかクワッスなのかホゲータなのかどれか一つ入ってるらしかったんですけど、ちょっと見えちゃいました。出します。これめっちゃ嬉しい。ホゲータ、私ホゲータ選んでたんですよね。うわー、かわいい。いや、寝ている。めちゃくちゃかわいい。これ触り心地も抜群です。実寸もこれぐらいなのかな。すごいいいサイズしてます。かわいい。わあ、寝てるホゲータのぬいぐるみが入ってました。これは本当可愛い。ホゲータが欲しかったんですよね。選んでたし、一緒に旅したポケモンなので、御三家はホゲータが欲しくて、個人的にはもうこれで当たりです。それでは2つ目出してみます。大きいやつ。はい。翡翠ガーディのぬいぐるみです。去年発売したレジェンズアルセウスに登場した翡翠姿のガーディです。めっちゃ可愛い。これ欲しかったんですよね。それ行く機会がなくて見れなかったんですけど、まさかのピカピカバッグで会えるとは思わなかったです。なぜか炎になってる。炎タイプになってるよ。可愛い。しかも肩つんだこれ。足の裏もしっかり肉球があります。こういうの嬉しいですよね。めっちゃ可愛い。ぬいぐるみでこうしっかり立つのって持ってなかったから、このまま飾っておくのもいいかもしれないです。じゃあ次。なんかぬいぐるみ系にしましょう。これかな。はい。あ、ブーバーンだ。あれ、みんな炎？ブーバーン入ってましたよ。サイズ的にはこれフィットのサイズのですね、ポケモンフィットのブーバーンです。で、背中もかわいい。ちょっとちっちゃめだけど、しっかりいろんなとこ作られてて、これは嬉しい。フィットサイズかわいいですよね。他にも入ってるのかな、フィット。あ、ピカチュウっぽい。当たり、ピカチュウ入ってました。寝てるピカチュウ、お眠りピカチュウっていう名前のぬいぐるみです。オスだ。ピカチュウオスのぬいぐるみ。表情もね、とっても可愛いです。お眠りだからこういう置き方かな。これっぽいですよね。こういう置き方になってました。次は、はい、キバナさん。マスコットのキバナです。ソードシールドのドラゴンジムのジムリーダーのキバナさんのパーカーも欲しかったんですけど、諦めたんですよね。こんなところでキバナに会えると思わなかったです。ちょっとね、オレンジ色の中に入ってるパーカーも着てます。すごい、これ表情とってもいい。あ、吊るせるようになってる。こんな感じです。キャラクターマスコットのぬいぐるみは初めてかも。でも次です。まだあるかな、ぬいぐるみ。まだありますね。はい、 EV、 これもマスコット EV です。こんな感じ、かわいい。
触り心地がね全部いいですね。これも座って置けるやつだ。こんな感じになります。これピカチュウとイーブイ揃うと思わなかったから、これ嬉しい。あ、まだぬいぐるみあります。はい、ヒコザル。ヒコザルのぬいぐるみです。フィットシリーズじゃないですけど、ブーボンとこう比べると同じぐらいのサイズ感のヒコザルです。こんなところで過去作御三家炎タイプ出てきたので、もうこれもしかしたらセット、いやそんなことないのかな、たまたまかもしれないですけど、なんか珍しい気がしますね。御三家の炎タイプを2体入ってました。あとは、あ、これでぬいぐるみ終わりみたいです。他は、はい、ブースターの前髪クリップがありました。こんな感じになってる。挟めるのでお化粧するときとかこれ使おうと思います。 EV からの進化のブースター、これも炎タイプですね。なんかまとまってる感じしますね。他は文具系になってます。一個ずつ出してみます。はい、こちらです。ミニファイルです。クリアファイルのちっちゃいバージョンになってて、ここ写真とか入れると、ここキバナさんがいるんですけど、こんな感じで載せられるようになってますね。外側から見えるタイプです。で、内側はちっちゃい、ここを入れられるようになってるので、何かこう挟んで保管するのもいいかもしれないです。文具も可愛いですね。続いてはこちら、はい、翡翠ゾロアの手ぬぐいです。これ開けてみます。あ、サイズが意外と大きいかもしれないです。お、しっかりしてる、大きい。かわいいし、かっこいい。ゾロアとゾロワークが乗ってる手ぬぐいです。これで見えるかな、こんな感じです。ゾロはゾロワーク、これもレジェンドアルセウス登場の翡翠の姿ですね。え、これ嬉しい。これ綺麗だから、なんか額とか入れて飾るのもいいかもしれないです。次、お、次はペン2本は入ってました。1本が、これ私キバナさんになってます。ジュラルドンとキバナのが入ってました。そしてもう一つは、これもペンなんですけど、これがピジョンとピジョットが書いてあるかな、こんな感じです。これね、茶色じゃなくて黒が出るみたいです。ブラックになってました。これどっちも使えそう。そしてなんか四角いのがあります。最後はこちら、ルカリオです。開けてみます。はい、ルカリオです。これクールメタルのシリーズのルカリオみたいです。初めて見ました。今まで気づかなかったのかな。ちょっとした小物入れみたいになってて、ここがもうあのしっかりこういうメタル系の素材で作られてるので、なんか細かいの入れてもいいかもしれないですし、飾りでもいけますよね。うん、かっこいい。こちら調べてみたところ、クールメタルとコラボしたルカリオみたいです。なんかね、フィギュアのルカリオもいるみたいなんですけど、そっちじゃなくてこれなんか受け皿みたいになってて、小物ちょっと入れられるようになってます。私はこれ飾っておこうと思います。以上です。中身的には本当に大満足です。これも欲しかったんですよね。翡翠のゾロはゾロワークのグッズも欲しかったし、ガーディのぬいぐるみも出た時に本当に可愛くて、これ気になってたから嬉しいです。そしてホゲータですね。あー、ヒコザルが落ちちゃった。ホゲータです。今作私は旅ポケ炎タイプのホゲータ選んでたので、この子が出てくれて大満足です。また1年後ピカピカバッグあると思うので、楽しみに待っていたいと思います。はい、大事にします。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。
ツイッターもやってます。概要欄の URL か大志チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!